教えたくなるもんね。ジョーンズなんて適当なとこばっかり質問してくから、そんな困ってねえだろうねっつって、嘘ついてんじゃねえっつって終わっちゃうんだよね。困ってないところを困ってる風に聞くってことですか。あ、それはね、でもあんまり本当はよくない。だから困って本当に困ったところを聞いてほしいね。うん、夏くんなんかそこら辺も優秀だったね。困ってそうだったもん、そこら辺。格差が。でもね、しょうがない、それは。そればっかりはしょうがない。もう質問のレベル違うから、もうジョーンズ。今日は野口さんも教えてましたもんね。そうだね、俺から引き継いだような感じだったから、うん、でもね、ジョーンズとかと前結構久々に対戦したんだけど、はい、なんかあいつ大会があるかなんか、あいつもやっぱ上手くなっててね、ちょっと嬉しかったな。ナス君もまあ当然上手くなってるんだけど、ナス君たまにここに練習しに来たりするから。あ、そうなんですね。そう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 、一応ね、あれ、ほら削りもするんすよ。ほらさっきあえて削れるかなと思って技打ったら削れてないっていうのは、うん、まあ、今のはさサボりっぽいけど、ね、削れねえだろ今のだって。でもね、削れたらいいな。ミスはねやっぱしちゃうんだよね、うん、みんなで大会めっちゃ勝ってる桃地先生ですが、はい、そういう削りミスみたいなのもしちゃうから。先生でも、先生でもした。そう、先生がしたからって、なんであれやったんですかとか、孫さんの削りミスしてもなんであそこであれ打ったんですか。孫さんはしない。孫さんね、そこまで行かない。削るとこまで行かない。いやいや、行くだろ。どんだけ勝てねえんだよそれ。でね、孫さんはねマジうまい、あの削り確認、はい、あとちょっとで削れるかの判断は多分ね、誰よりもうまいんじゃないかな。俺一番その上手いなと思うと、孫の削り感、削りの孫削り計算の孫。お孫って今までそのフェーロンとか使ってたじゃない、はい、でヤンの灯籠山とフェーロンの劣化圏って結構似てる技で、はい、相手があとどれくらいで削れるかって結構考えなきゃいけない技なんだけど、はい、孫なんかすごい上手いですよ。さあ、このギリギリ勝負から桃地剣はどんなプランで勝とうとしてるのかな。歩いたのを見てからこう波動拳打ってるんだ、はい、ベガのね、弾を抜けてくる技があるんだけど、はい、あれって溜めてないと抜けられない。うわー、うまかった。お上手で、相手うまかった。相手が前に歩いてくると溜めがないっていうことだから、しゃがんでないと溜めがないんだ。相手が歩いてきたから、桃地くんは波動拳。自分より相手を見ろって言われます。うん、そうだね、はい、自分のキャラはね、言っちゃえば全く見なくてもいいね。だから自分のキャラ見てると相手が飛んできたかどうかとかも見えなくなっちゃうから。さっきその端まで行ったら中継で対空できるといいねって言ったのも、はい、その下ばっかり見てると分かんないから、うん、俺だったらね、ここら辺見てるから、うん、相手が上に来るかどうかだと、はい、で、あべ、相手が上に来たと思ったら対空するみたいな、うん、逃がさないように。そうそうそう、ここからあれあれ、あ、え、そう思うでしょ、やっぱトパンが TV って。あ、いや、ああじゃないよ、ああじゃないよ。負けは負けなの。まあまあまあ、いいですよ、この時間負けてもいいですか。トーナメント、ね、トーナメントでしょ。トーナメントで勝ってくれればやっぱ、ああ5000切っちゃったな。誰かが負けたせいで5000切っちゃって、俺マイナス91だって。ほら BP も3落ちちゃってさ、相手は91増えてるよ。ああ、ファイナルラウンド準優勝か。